めっちゃ、ない、なんだこれ、もうわかんねえな。うーわ、地獄。ね、日本楽しかったね、ありがとうございます。どうも、山里亮太のテレサハウス、山チャンネルでございます。もう第15回目になりましたね、ローレン。まあ先週ね、いやどうなるんだとね、絶対にもう負けてしまった、もう負け戦が決まってる状況でね、それでも最後の望みをかけて今週にパスが来てるわけですよ。それはね、あの振られ、もうほぼ振られてる、まあ告白してないから、まあ、確実に振られてるわけじゃないですけども、もうね、好きな人が他の好きな女の人の名前を出し、さらにそこにアドバイスを言うという地獄の展開だったわけですよ先週。まあこれね、あのローレン目線で言ったら地獄っていう感じですけど、私方も超極楽ね、ざまあ見上がれ展開っていうですね、その状態だったんですよ。でも何か諦めずにですね、なんとね、公園に誘うわけでございます。先週誘って、さあもうこれで誘うんだからどうなるんだろうと思って公園行って、今週なんでございますけども、いきなりクライマックスから来ますね。まあ2人でね、サッカーボールを蹴りながらね、バーって来て、でまあ2人でこう喋ってるわけでございますけども、喋っててもね、ローレンはなんかどっかでこうドキ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 してる、まあラストチャンス、何かのタイミングで告白しようと思ってるんだけども、何かできない雰囲気があって、大使の方はもうまあまあルームシェアしてる人と公園に来ました、まあ友達だし、まあいろいろ話そうかなぐらいのテンションを全力で出してると。で、こんだけ友達友達って言われたらもうダメだってなった時の瞬間の顔が、本日のご飯3杯進んだところですね。あれはいいですね。でもあれはそのここにいる恋愛上級者たちに言わせると、そういうディフェンスだったんじゃないかというね。あ、さすがに大使も気づくと天然だけどね、そのあれこれ告白されんなね、まあ見てないと思うんですけどね、この山チャンネルなんてね、ローレンさんご本人はね、あのもし誰かお友達がいたら教えてあげてくださいね。あの大使くんはね、二人きりになって、なんかあなたが一生懸命決意してたわけですけどもね、決意が高ぶって告白するのが嫌だからね、わざと普通の話をいっぱいして、友達という単語をたくさん織り交ぜて壁を作ったんですって。どうその壁ね、あそこにそんな壁があったんだね、うん、素敵な壁もあったもんだね、うん、トランプも作るならああいう壁を作ったらいいねって、ジジの甘いじりでございますね。私好きなんです、全然うまくないけどうまそうっていうですね、これ最近私ハマってるシリーズでございますね。でまあそうなって、まあまあローレンは終了ですね、もうこれも完全に終了、日本に行ってしまったということですね。まあ日本に行ってしまったとはちょっとね、少しだけまあ日本でいろいろ仕事してっていう感じらしいですけど、まあまあまあこの状況でいなくなるのは結構ねリスキーですよ。なんて言ったって、だって大使はね、その思いを寄せるアンナ、こことはもうガンガン大使させますからね、もうデートも誘っちゃったとか、もう大使も嬉しそうですよね、あの顔なんかも見てほしいなぜひね。でまあ大使も乗馬でお弁当なんかおねだりしちゃってね、さらにそこからこうエプロンのプレゼント、あれモテる男ってああいうことはできんですね、うん、ちょっと勉強になりましたよな。でまあそんなんがまあまあイチャイチャしてましたね。でまあただね、アンナっていうのは大使の前ではヒロイン的にこう可愛らしい天真爛漫ってなってるんですけども、なんかずっとあれって、俺この子って噛みつかなくてよかったんだっけな、おかしいぞっていうなんか思ってきた。まあまあ俺なんかリトル山里が、ねえねえ山ちゃんつって、なんかさ、ローレンのことが振られてほしいっていうさ気持ちのせいで、なんか山ちゃん見失ってないつって、なんだいつって、あのアンナってこう絶対お前嫌いだよなって、お前絶対嫌いなタイプだよなって、え、いやそんなことないよ、だってさね、なんかこう
なんか活発な、まあ、肌をね開けて活発な感じでね、何でもかんでもズバズバ言うね、でなんかこう喋るときにちょっとこう上向きながら、私もういろんな人生経験してきてるから全然動じませんみたいなテンションとかね、でなんかこうその恋とかに対していろんな人にこうアドバイスとか、だって私って恋愛ってちゃんと答えとか出さないといけないと思うしっていう自分の恋愛論を持ってて、でそれを人にこうグイッと押し付けてくる感じの女超嫌いじゃん。うわ超嫌いじゃん。忘れてた。ローレンの服を願いすぎて忘れてた。鼻につくタイプだった。こりゃいけませんな。あれはだいたい確かにあのこうなんて言うんだろう、私が正解ですってテンションで人のカップのとこにズケ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 質問してくやつって、あ嫌い嫌い嫌いだったっていうか、今までのシーズンでもそういうやつのことめった打ちしてたわっていうね、大体そういえばそう最初の時のこいつとの出会いが海賊版の中村アンって言ってたんだから、そんな好きじゃないはずなんですよ。中村アンのことは言ってませんよ。海賊版でつけた時点でね好きじゃなかったんですからね。そうだそうだそうだなんですね、思い出しまして、危ねえ危ねえ、大体こうちょっとこう上向き加減で、ね、うんっていうやつってろくなやつじゃないですか、うん、でね、今日はねそのね、あのアンナさんがね、あ敵認定ってなった瞬間があるんですけども、でまあなんかですけど、なんかデート中もすごいなんか楽しそうにしたりとか、大体デートって誘い受けてね来てるけど、向こうが少し気があるのは分かるわけじゃないね、なのにね女子部屋行って、あのどうなの大使はみたいな、エビアンもね、もうあれでもエビアンもアンナもね、こうやっぱ2人はやっぱ絶対仲悪いですから、あの2人は絶対友達にならないタイプだからね、仲悪いからすごいね、お互い喋ってる時にもうなんて言うんだろうな、目がバキっちゃってんのよ。もう瞬き一つしない、ずっとこう向こうみたいな、それなぜか分かりますか、瞬きした瞬間のその0コンマでグッといかれるからですよ。それもなんか分かるんですよね。だからもうこれから先あの二人の顔見ててください。それでね、その時もなんかはっきりですよ、でどうなのって、あんなお弁当下味とかつけたりしといてね、うん、俺下味をつけるぐらいのお弁当作る人が相手のこと好きじゃないなんて信じられないです。俺はただ単にね、あの唐揚げの出来合いのやつとかねチンってするとかじゃなくて、下味つけたり細かくね生姜も切ってるんですよ、うん、あんなことしといてね、でタイプじゃないの一言、この時に全てのピースがパーンとつながりましたね。あ俺やっぱこいつ嫌いだなということでね、で、ああじゃあ今回敵2人にならない忙しいなーなんて思ってたらですね、ローレンがテラスハウスを卒業するということがですね、ローレンからですね、アンナちゃんにちゃんと時刻のたすきが渡ったところでですね、本日はこれまでさせていただきます。またお会いしましょう。さよなら。